お年玉総額いくらもらった？俺の方が上っしょ。毎年恒例この企画やってきました。早速開封。一袋目。まあ俺も大きくなったからな、龍のね。ロボちゃんガチャ発売中。お二人と同じくらいな。うん、何が出るか。じゃあ、タケルから行こうか。タケル、どうぞ。おーす、3000円。3000円も入ってた。びっくりした。前あれや、2000円とかやってん。あ、そうか。3000円になった。増えてきようやん。増えた。私のターン。当たる。ドロー。うん。お、5000円。差がつきましたね。続いて、2つ目。うんちくん、お年玉袋。どうぞ。にえなんだと1万円100円。すごい。あ、お前、ガチやった。バカな。さあ、渡る。俺は、うわ、お、一緒か。1万円だと1万円。やべえ、2000円の差が。3つ目。さあ、たける。え、バカな。マジで小学生に多すぎひんか。1万円。すげえ。わたる。うわ、なに。きた。1万円。くそ。お、何円だ。印刷が来たぞ。全印刷2000円。え、あ、これ、こっち。わたるの今は大きいな。あ、一緒やった。ここでまだ探しつくってことやな。ガウ、おぉ、1万円。ランダムで上げていっとうからな。1万円。ん、さあ、いくら。3000円。これでも、ここでね、ちょっとだけね、差を開きたいと思います。3000円差が開いている。5つ目かな。いや、3000円どころじゃないです、はい、え、なんで。1万3000円です。なんで3万円やろ。3万円やろ。5000円やろ。なに、1万円。ちょっと多いな、1万円が。多い。トゥ、お、1万円だ。きた、きた。俺がないね。お、なんと。またや。バカな。多すぎるやろ。1万円。お、来た。まだ終わってないみたいだ。あと3つかな。2個。あ、そうか、3つや。うん、たけるもん。ロボちゃんガチャ発売中。おお、来た。なに、立て続けに1万円。すごい。やってしまったようで。はい、カモン。おお、1万円。声変えたフリーズ。うえー、1万円。なぜだ。なぜだ。めっちゃすごいよ。多いな。なんかいつもより多いような気がする。俺が、まあ年齢も上がっとるの。俺が不利だと。1万円。ふわ、1万円。あとは、さあ出てこい。じゃーん、1万円。1万円だ。これで一気に差を詰めるのか。5000円。何、これは際どい勝負になったぞ。何。さあ、数えてくれ。ロボちゃんガチャ発売中。85000。え、85000円。バカ。わたるは83000。これが大きかったな、この5000円から。争奪戦のやつが大きかった。まさか企画のやつで負けることになるとは。すごかったな。おかしい。ロボちゃんガチャ発売中。え、でもちろんこれは全部。
どうする貯金やろ全部貯金貯金じゃないやつ俺去年もそんなあったやろ結局渡るはほとんど貯金したけどタケルは貯金せずに結局一回使い切ったんじゃない？うん。あタケルは貯金箱入れた。これは絶対貯金やろ。ないない。貯金は。これだけ残しいよ。二には全部貯金するって。貯金やろ。うん。まだいっぱい。貯金やろ。貯金やろ。おお。何百万円はよ。いや、まだまだ余裕ですから。5万円あるって。まだ余裕ですから、ちょっと。あったら使っちゃうんやで。おい、ほんで。さあ、どうするんや。4万円やろ、この4万円。おう、クリスマスとかでさ、もらっとうや。ああ。これ合計で5万円で、それ合わせて。うん、まだいける。やったらまだいける。うわー、なんでだよ。2万円でいい、2万円でいい。頭の形おかしいの、また。後ろも怒ってない。寝癖兄弟やな。タケも寝癖やな。一枚は絶対入れた方がいい。そうね。パッと入れて。せーの。はい。タケも結局それでいきます。なあ、全部使い切ってもらえ。これをもらえて、これをもらえて、これをもらえて。決まったらしい。3万円は自分の手元に残っておくらしい。なるべく貯めない。貯めるっていうことを勉強するために持っとるよね、今。うん、無理です、こいつ。もう自分で、ほんまやりくるしいよ。そう。ニーニーは今一生懸命貯めてるやん。ちっちゃい時はずーっと自分で貯めてるやろ。貯金とは別に。これをタケルにもやってる。この話をされたのが何回目でしょう。でも使いたい。こいつ出た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 。今のアルミ見とった誰やった？え、悟空や。違う違う違う。クリリ。お笑い芸人のあの。何？はいっていう。ああ。次の。誰やね。誰やね。さて、はい。忘れた。安子や。あ、そうや。次の。いや、もうそれ残すやな。もう最終判断やな。欲しいやつがある。もうすでに使い道決めて。まあ、おかげ。使い道は、もうあるので。すぐ無駄になるようなもんじゃないやんな。ねえと思うけどな。すぐ無駄になるようなもんじゃないな。時間暇つぶしに使うらしい、最低。こんだけ無駄遣い。こいつ、破産の未来しか見えへん。ロボットチャンネルのポトガチャが発売中。当たりと大当たりがあるよ。コンプリートしてロボットチャンネルのサインゲットして。